皆さんこんにちは、朝日です。今日はですね、2019年マイベストコスメ下半期編をご紹介していきたいと思います。いや、もう2020年になってしまったんですけれども、ちょっとねやり逃してしまったんですが、しっかりとね選定していきましたので、一つずつねご紹介していきたいと思います。そして今回ご紹介するベスコスを使ったメイクっていうのはまたご紹介しようと思っていて、今回はまあ商品の良さみたいなところをねお伝えしていけたらなと思ってますので、ぜひ最後までご覧ください。ということで、まずベースメイクですね。まず一つ目はこちら、クレドポーボーテボワールコレクチュールの、下地でございます。自然と肌をトーンアップさせてくれて、で毛穴もなんかね目立ちにくくなるし、保湿力もそれなりにいいなという風に感じるのと、あと私が一番好きなのはこれを使うとかなりねこう化粧崩れしにくいお肌になるかなというふうに思います。結構どのファンデーションとも相性よくって、もうしっかりとね今日一日崩れたくないなっていう時はこれを使うともうバッチリ塗ると、本当にね滑らかに均一にお肌がなってくれるので、なんかこうツヤっぽい下地っていうよりかはちょっとこうセミマットっぽくなる感じになるかな。だからこそその後のファンデーションとの密着度とかもいいから、こう崩れにくいのかなっていうふうに思うんですけども、これは寒くなった今もそうですけれども、下半期のこう最初の方をまだね暑い時期とかにもよく使ってました。はい、そして続いてファンデーションめちゃくちゃ悩んだ、まあ総合してよく使っていたっていう点でこちらかな、ディオールスキンフォーエバーフルイドグローのリキッドファンデーションですね。これは本当に下半期全体を通して一番よく使っていたかなと思う、ファンデーションです。しっかりとこうツヤ感が出るファンデーションなのに崩れにくいっていうね、なかなかなかったかなって思う。やっぱツヤっぽいとちょっとねこのカバー力がこう低くなったりとか、なんかこう薄付きなものが多いと思うんですけども、ちゃんとカバーもしつつツヤも出してくれるっていうね、スックのユキチファンデーションをね私は上半期のベスコスに入れているんですけれども、まあそれに似たようなちゃんとカバー力もあるツヤも出てくれるっていうファンデーションでございます。ただユキチファンデーションの方が保湿力は高いかなっていう感じですね。なので最近はこれではなくって、こちらのねコスメデコルテの AQ スキンフォルミングリキッドファンデーションをねよく使ってたりするんですけども、まあ、これとこれでね結構悩みました。どっちも本当にたくさん使ってて、カバー力に関してはこっちの方がいいんだけれども、やっぱツヤ感と素肌感、あと保湿力はとっても高いかなと思います。でツヤはツヤでもなんかねこう種類が違くって、こっちはなんかね水で光ってるツヤっていうよりかは、なんもなんかパールとか入ってないんだけど、なんかこう内側から発光するようなツヤ感が出てくれるんですよね。こっちはどちらかというとその保湿力とかこう水分感のあるツヤっていう感じ。どっちも好きすぎるからね、もう本当にねめちゃくちゃ悩んだんですけども、まあ、回数的にこっちの方がよく減ってますので、こっちをねご紹介しました。はい、そして続いてコンシーラーなんですけど、シュウエムラのアンリミテッドコンシーラー4番のミディアムというちょっとオレンジっぽいカラーを使っていました。私このシュウエムラのアンリミテッドファンデーションっていうのを上半期のベスコスのファンデーションとして入れているんですけども、それのシリーズのコンシーラーということで、こうカバー力がしっかりとあって、なんかこうちょっと薄付きについてくれる、でもなんかこの時間が経ってもそこの色が見えてこないっていうので、私のねこの濃いクマのところには結構効いてくれたかなと思います。ただすごく濃いこのね一番メインで色が出ちゃってるところに関してはうっすらこう染み出てしまうので、そこの部分にはランコムのターンイドルウルトラウェアコンシーラー02番のリローズというカラーを重ね付けして使ってました。ただやっぱりねこのクマのコンシーラーっていうのはもう本当にずっと悩み続けているので、また何かあったらもうここはね新しいものにね変えていきたいなと思ってるくらい、すごくもう絶対これじゃなきゃダメっていうわけでも自分的にはないです。ただどちらもカバー力バッチリだし、こうそんなにこのよれにくいタイプのコンシーラーではあると思うので、ぜひねこちらも見てみてもらえたらなと思います。で続いてパウダーですね。パウダーはこれにしました。コスメデコルテのフェイスパウダー00番トランスルーセントカラーですね。このねコスデコのフェイスパウダーってカラーがね
5つぐらいかなあるんですけども、その中の00番が、透明のトランスルーセントカラーです。透明なんですけども、あのすごく細かいパールが入っているので、このパウダーを塗るだけでも肌がね、こうツヤっぽい感じで仕上がってくれます。で、粒子もすごく細かいので、目周りにセットしてもこう揺れにくいですし、このね、程よいパール感が入っているので、目周りのハイライト効果にもね、効いてくれるかなというふうに思います。すごくこうくすみやすい人とかにはとってもこういいんじゃないかなと思いますね。続いてはですね、チークいっちゃおうかな。チークはこちらです。ベアミネラルのバウンス&ブラーブラッシュブラードバフというね、このねバウンス&ブラーシリーズがめちゃめちゃ大好きで、クリームチークなんですけども、サラッサラなんですよね。ほぼ私クリームチークで仕上げちゃうんですけども、そんな中でこのテクスチャーがマジで好きですね。ぜひ使ってもらいたい、触ってもらいたい。で、気持ちね、こちらにもあのシルバーなのかな、なんか肌なじみのいいパールが入ってるんですよ。なのでこれを塗るだけでもちょっとこうツヤっぽくも見えてくれます。肌にのせるとちょっとこうオレンジっぽい感じ、自然な立体感があるように見せてくれて、今季流行ってたあのオレンジ系のメイクにもすごく相性抜群でしたね。これの他に3色あって、そっちの方がもうちょっとねビビッドなピンクとかオレンジとかそういうカラーなんですけども、そっちもねすっごい好き。チークをご紹介したので先にハイライトいっちゃおうかなと思います。シャネルのエクラマニティクドゥシャネルメタルピーチというカラーですね。こちらがあのクリスマスコフレ限定のものだったので、どうしようかなって迷ったんだけど、でもこの質感、この輝きっていうのはどうしても譲れなかったですね。こちらもあのさっきのねベアミネラルに似て、ちょっとしっとりとして塗るとパウダーに変化するっていう感じの、ハイライトなんですよ。この質感のものが私すごく肌にピタッ自然に馴染むんですよね。付属のブラシがついてるので、こう磨けば磨くほど本当に自分から発光するね、ツヤ化のように綺麗に発光してくれるし、で私はこの指でつけるのが結構好きで、指でも本当にね綺麗につくのよ。メタルピーチっていうカラーがあの少しねピンクオレンジっぽい感じのね発光してくれるので、もう肌にめっちゃ馴染む、肌色になる、自分の肌になる、本当に大好きなハイライトになりました。続いてじゃあ眉アイテムに行きましょうかね。アイブロウパウダーはもう去年からかな、ずっと変わらないこちらですね。マキアージュのデザイニング 3D アイブロウパウダーみたいな、なんかそんな名前のもの。この減り方を見ていただければね、めっちゃ使ってるのがわかるかなと思うんですが、このねピンクが入っているこのカラーじゃないとダメですね私。まあだからといってこのピンク使ってないんですけど、この他の4色が私の眉、ちょっとこのね髪、これぐらいの髪色の人にはぴったりかなと思いますね。お腹ももちろんなんだけど、やっぱねこの自分の髪に合うカラーが全部入ってるっていうのがやっぱこれは欠かせないなと思わせてくれるし、あとは付属のねこのブラシがめちゃめちゃいい子、使える子。しっかりと描きたいところはねこのね太めのブラシのところで描いて、こっちのねちょっとね斜めカットされているブラシ、これがちょうど眉頭とかあとノーズシャドウ入れたりするのにめちゃめちゃフィットしてくれる。あとふわっとぼかせるので、すごくこう自然なここら辺のねアートを作ることができるかなというふうに思います。これはなんかねなんか塗り替えられないんじゃないかなっていうぐらい大好き。アイブロウペンシルなんですけど、これもうねこのデザインは廃盤になってるっぽくって、色味は多分あると思うんですけども、ズックのアイブロウペンシルですね。お色が BE の02番というカラーなんですけど、ちょっとアッシュっぽい感じの色味を出してくれる、ペンシルなんですね。であとはすごくすごく細いわけではないんですよ。なのでふわっとした感じで輪郭をね描くことができるので、こうきつくなりにくい。であとね色もしっかりと乗ってくれるので、あとそういったところをねこう描くのにはめちゃめちゃ向いている、ペンシルでございました。はい、そしてアイブロウマスカラはですねもう悩みませんでした。こちらですね、デジャビューのアイブロウカラーの3番ウォームブラウンというカラーです。こちらが多分今年
年の1月に発売するものですよね、確か。やっぱデジャビューって言えば、あのマスカラだったりとか、こうスクリュー系のものに強いイメージが私あるんですけども、そのねアイブロウマスカラということで、ヘッドがまずとても小さいです。だからなんか変にペッてつくこともほぼないし、ちゃんとねやっぱりね考えられてデジャビューのものって全て作られてるので、もう眉がとにかく硬くならないし、一塗りでちゃんとこうコーティングしてくれる色味を。でパリパリってなっちゃうアイブロウマスカラって苦手なんだけど、これも全然ならないですね。自分の眉化のごとくふわふわしてる、まあ、ただね色味が3色展開だけなんですよ。なのでこう髪色に合う色があればいいんですけども、私はこのウォームブラウンっていうねちょっと赤みのあるカラーを使ってます。もうちょっとね色展開が増えたりすると、またさらにねこの馴染むカラーが出てくるのかなって思って、それもねすごく楽しみにしている、アイブロウマスカラですね。はい、そして続いてアイメイクアイテムいきましょうかね。アイシャドウがねこれもねちょっと迷っちゃったんですけども、こちらですね、スックのトーンタッチアイズの07番です。これもよくご紹介してたかなと思うんですけども、パープルっぽくね見えるんだけど、底色にブラウンが入ってるので、今日もね使ってるんですけども、結構下半期は単色のアイシャドウでメイクをすることが多くって、そのきっかけとなったのがこれかなっていう風にすごく思います。あの一色だけなのに、なんか肌に馴染みながらもちゃんとこの表面のこのパープル感っていうのは出してくれるから、瞬きするたびにすごく褒められるような感じのアイシャドウですね。わかるかな、こんな感じの発色なんですけども、底色がブラウンの表面にちょっとパープルの輝きがあるっていうね。重ねればちゃんとこうグラデーションっぽくもね見えてくれるので、すごい扱いやすいし、粉質もすごくしっとり感のある感じがあるので、ちょっとこうオレンジ味があるメイクにすごくね相性がいいカラーでした。であとおまけで紹介したいのがこちらね、ロレアルのカラークイーンオイルシャドウですね。今21番というカラー持ってるんだけど、これもあのさっきのベアミネラルとかシャネルのこれと同じようにふにゃってしそうなぐらいのしっとり感のあるアイシャドウなんだけど、肌にのせるとパウダーに変化してくれる。でフィット感がめちゃめちゃいいんですよ。でこの色とかは特に私下まぶたにのせたりとかね、あとはこのトップのところにだけポンポンポンってのせたりとかね、ちゃんとこう蒸気感がしっかりと残っているアイシャドウなので、パサッとしないんですよね。なんだろう、なんでこんな好きなんだろう、このちょっとスチームっぽいコスメ好きですね。こういうのいろいろ集めたいなって思う。でアイシャドウパレットってなると、まあいろいろ使ったんだけど、今期はこのシングルシャドウの良さがすごすぎてちょっとこうかすれて見えてしまった感があるので、今回は入れないでおこうかなと思います。シングルが強かったです。はい、そしてリキッドアイライナーはこちらです。コージーの極み筆リキッドアイライナーの栗色でございます。これはね、あの提供動画で知り合ったのがきっかけだったんですけども、だからこそ知れたこれの細かいこだわりっていうのがすごく好きすぎて、もうずっと使ってました。ちょっとポコポコってした感じの持ち手になってるんですけど、これがすごくねこう持った時のフィット感がいいのと、あとこのね先の部分っていうかこっちの部分を少しちょっと重く作ってるんですよね。それがねこの安定感があるので、こうブレにくいっていうのもあったり、でこの栗色っていうカラーもブラウンでもブラックでもない、ちょうどなんかど真ん中の焦げ茶みたいなねカラーを出してくれるので、そんなにこの締めすぎない感じで目元をね締めさせることができるっていう感じですかね。あとその描いた時のムラにもねなりにくいので、こう何重にも描くっていう必要もなかったりするのもとってもいいです。うん、すごくいいアイライナーだと思います。ちなみに筆も奈良筆星もあるのに、あの当たりもよくって綺麗に描けるかなと思いますね。続いてペンシルアイライナーはこちらです。キャンメイクのクリーミータッチアイライナー03番のブラウンブラックカラーだったっけな。このね細さもそうですけども、やっぱりこのねにじみにくいですし、描きやすいし、さっきの栗色と同じように程よい色を出してくれるので、目元をねそんなにこうきつすぎず締めることができます。去年あのこのね細い切り出し式のアイライナーの、 あの検証動画をね撮ったんですけども、4つぐらいの中から一番どれがねこの
いいかっていうので検証したんですけども、コスパ的にも内容的にもまあ1位だったのがね、このキャンメイクのこちらなんですけども、まあ、なので自分の中でちゃんと検証した上でこれっていうのがねこう出たんで、これも何本目だろう、今年すごい使ってますね。もう4本ぐらい、4本目とかぐらいかな。はい、そして続いてはビューラーをね、ベスコスに入れることなかったんだけど、これ本当いいから入れちゃう。アイプチの一重奥二重用のビューラーなんですけれども、下半期のベスコスの中だったら私ダントツこれが1位ですね。コスメではないくなるのかもしれないんですけども、これのおかげでまつげ作るのがめっちゃ楽しくなりました。ビューラーってだいたいこのぐらいしか上がらないよねみたいな諦めてた部分がこんな上がってくれてるみたいな、見たこともないところまでギュンってこう起立してくれるって感じで、その上でマスカラを塗ると綺麗なパッてね開くような目がね、まつげと目がねできるので、でこれと一緒に使っていたマスカラが、トワニーのララブーケマスカラベースっていうものですね。キュイーンと起立させたものをこうしっかりと塗って、その位置からこう変えないようにねコーティングするものですね。なんかなんとなく買って、なんとなく使ってたんですけど、しっかりとこのカールキープしてくれるし、特になんか繊維が入ってたりとかするわけではなくって、ただのこう透明のものなんですけど、でこれと合わせて使ってたのがこちらね、ファシオのパワフルフィルムマスカラのロングっていうものです。でこちらがね、先ほども言ったように繊維入りで、色味がねこのブラウンカラーのものを使ってました。まあ、繊維が入っているので長さも出てくれるし、色味もいいし、こう一つ一つこの細くセパレートした長いまつげに仕上げてくれるので、あんまりそのボリュームよりも私は長さとセパレート感、綺麗に伸びる感じが好きなので、そういった感じのね仕上がりが好きな人にはねいいかなと思います。そしたら最後リップ系ですね。リップ系はまず一つ目がこちらです。リップクリームなんだけど、パブリックオーガニックの精油リップスティックですね。グレープフルーツと、ベルガモットの香りというものを使っております。唇にのせるとトローンってとろけてくれるんですよね。しかも 100% 天然由来の精油が入っているので、あの本当香りもいいからね、なんかこれ塗るだけでね、はーって感じになる。このねパブリックオーガニックのスーパーポジティブっていう香りが私すごい好きなんだけど、それの香りなんですよ。なんか本当にポジティブにしてくれるような、リセットできるような感じの香りです。香りもそうだし、テクスチャーっていうところがすごく好きな、リップクリームでした。そして最後、口紅。めちゃめちゃ悩んだけど、まあ、さっきのファンデーションと同様を使っていた比率が多かったというところで言うと、こちらです。コスメデコルテのザ・ルージュ・ベルベット。私は DR の4、やばい、目が読めない。今日も使っているカチラナカラーなんですけども、ソフトマットリップなんだけど、マットリップとは思えないほどのこの保湿感とベルベットのような感じで仕上がるんですよ。それが本当に美しくって、パサパサ感とか縦じわが目立つ感じとかも一切ない。これはね大好きなマットリップかなと思います。でもう最後の最後にギュンって入り込んできて、どうしようかね、めっちゃ迷ったのがツヤプルリップ03番のホナレベージュカラーですね。さっきとは打って変わってツヤツヤのプルプルの感じの唇に仕上がるんですけど、ティント効果もあるし、塗った時のプランパー、ちょっとこのスースーとする感じで唇ぷっくり見せてくれて、なおかつツヤンツヤンなのにちゃんと停滞してくれる、デロンってこうなってこなくって、美味しそうな唇に仕上がるっていうので、下半期の最後の方は結構このベージュを使うことが多かったかな。まあ、どっちも本当に大好き。もうリップはね困った、まあ、2020年も引き続きこれは使っていくだろうなって思うリップでございます。はい、ということでね、以上が2019年の私のベスコス下半期編でございました。ここまで絞るのも本当にねすごい悩んで悩んで悩みまくって2020年になっちゃったんですけども、またね今年もいろいろなコスメに出会えるのを楽しみにしております。そして最初にも言った通り、これらを使ったねメイク動画も撮っていこうかなと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。